フリオクルス・フリオリカルド・クルスは、アルゼンチン・サンティアゴ・デル・エステロ出身の元サッカー選手。ポジションはフォワード。ニックネームは、ニワシ。母国アルゼンチンでデビューした後、1997から98シーズンに、フェーノールトへ移籍、ヘディンガーとして活躍する。その後2000から01シーズンに、ボローニャへ移籍し、ケネット・アンデションの後釜として、期待に応える。 2003から04シーズンからインテルミラノに移籍し、クリスティアン・ビーリ、アドリアーノ、ズラカン・イブラヒモビッチ、そして、同郷のエルナン・クレスポラとのレギュラーポジション争いを繰り広げながらも、出場機会を得れば高い能力と誰とでも組める順応性を発揮するため、歴代監督の信頼は厚い。また長年、インテルのキャプテンとしてプレーしている。 同国出身のハビエル・サネッキとは1993年に共に CA バンフィールドでプロデビューを果たしている間柄である。1997年にデビューしたアルゼンチン代表では1998年フランスワールドカップ2002年日韓ワールドカップともに落選したが2005から06シーズンの驚異的な活躍が認められると2006年に4年ぶりに復帰し 2006年ドイツワールドカップへ出場するメンバーに選出され、2試合に出場した。このシーズンは、締めくくりの W 杯出場だけでなく、インテルでも他の FW 人が、負傷やスランプに苦しむ、中コンスタントに出場し、チーム最多かつセリエ A における、自身のキャリアでも、最多の15得点を上げ1988から89、シーズン以来のスクレットに貢献。 チャンピオンズリーグでも自身最多の4得点を挙げる現時点でのキャリアハイといえるシーズンとなった。限られた出場時間の中でもきっちりと結果を出す職人肌の選手で長身と足元の技術を活かしポストマンやシャドーストライカーとして活躍した。また左右どちらの足でも強烈なシュートが打てるため得点能力も高い。インテルは優秀なキッカーがいるため蹴る機会は 多くないが、フリーキックの技術は一級品であり、2003年のユベントス FC 戦では、ジャンルイジ・ブフォンからゴールを奪った。この試合をはじめ、ユベントスとの試合ではたびたび活躍を見せており、フェーノールト時代の1997から98シーズンにもチャンピオンズリーグで、ユベントスと対戦した際に2得点を挙げるほどのユベントスキラーである。また誠実な人柄で、 ファンから愛されている選手である。2007から08シーズンは、エース、アドリアーノの不調により、出場機会が回ってくるようになった。2008から09シーズンは、アドリアーノのインテル復帰、復調から、イブラヒモビッチ、アドリアーノに続く3人目のストライカーとして、途中出場で、よく起用され、貴重な決勝点や、同点弾を決めることも多い。また、場合によっては、 戦術上、二人のセンターフォワードの後ろ側でプレイすることもある。2009年7月、インテルとの契約が満了したため SS ラチオへ移籍した。ありがとうございます。